皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、こちらクロコダイルパークワニ園ですね。ダバオのワニ園に来てます。今はですね、ホーリーウィークと言いまして、フィリピンでは祝日で連休が続いてるんですけども、だいたい今日金曜日なんですが、どこも閉まっているんですが、クロコダイルパークに来たら空いてましたので、今日はこの中を皆さんにお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。フェイスマスク、マスクとフェイスシールドをつけて、ソーシャルディスタンスを取ってくださいということですね。サラス町のパネルがありますね。写真が撮れるように。このチベットコーヒーって、ジャコウネコの糞を、加工してできたコーヒー、こちらで売っています。日本じゃものすごく高いですけど、こっちじゃ日本よりは安く買えますね。コーヒー、あ、チベットコーヒー売ってないですね。オーストリッチ、ダチョウの卵の殻が500ペソ。ワニのアイスクリームが売ってます。オーストリッチエキバニラ95ペソ、200円ちょっとですね。アイスクリーム。何これ、ノーサン。あ、ライオンがいる。え、怖い。クロコダイルパークにライオンがいました。爆走。爆走ですが。こっちにもライオン。メスライオン。このように、うおー、うるさいですか。あ、これ目が。ワニ園ですが、ワニ以外の動物もこのように見ることができます。鳥が結構多いですね。おー、パラワン、エアーキャット。うわぁ、なんか疲れちゃってる。暑そう。ヘビ。おお、びっくりした。ワニの赤ちゃんたちですかね。小さいワニ。たくさんいます。そしてその隣には大きいワニもいます。ああ、大きいな。隣には小さいワニ。そしてこのパンヒル、パンギルというこのワニ園で一番大きいワニですね。今寝てますけども、ショーがあるときはこのワニをかわいそうですけど刺激してバシャーと水がですね、お客さんにかかるような、そういったショーもあります。今はゆっくりとですね、お休み中ですね。カーペットパイソン。おー、うわ、でかっ。うわ、びっくりした。踏んだと思ったら脱皮した皮踏んじゃいました。うわぁ、大きいのが中にいますよ。怖っ。見えるかな？大きいです。うわぁ、こっちも大きいな。大きいです。うまいな。これに、イルマパイソン。ここで鯉に餌をやることができますね。
うわぁ。あ、そう。さすがに暑いのか、水の中に入ってます。で、この下も。めちゃくちゃダチョウもいますね。ダチョウが水飲んでます。珍しい。このように上に登って上からワニを見ることもできます。そしてショーがあるときはここから餌を吊るしてワニがそれに飛び上がって噛みつくというそんなショーも見ることができます。ゆったりワニさんたち静かに休んでますね。水の中にもいますし外にもいます。お土産屋さんです。ワニの皮がこのように売ってます。いくらなのか値段ないですけど、ダチョウの卵の加工したやつ。スチベットコーヒーもここで売ってますね。スチベットコーヒーは1500ペソだそうです。Thank you.
Thank you.